2021年のノーベル物理学賞の受賞が決まったアメリカプリンストン大学の上席研究員真鍋淑郎氏が5日記者会見し、地球温暖化は大きな危機と語りました。日本時間午前2時ごろ、プリンストン大学に到着した真鍋氏は、時折笑顔を見せながら会場に入りました。It is a great, first I should say, surprise and honor to be chosen by the Royal Swedish Academy of Science to receive Nobel Prize。愛媛県出身でアメリカ国籍を持つ真鍋氏は現在90歳。1950年代から気象に関する研究に携わり、大気の対流などを考慮してコンピューターで気温の変化を予測する気候モデルを世界で初めて考案しました。今回、地球温暖化の予測に関する先駆的な研究が高く評価されました。物理学賞は真鍋氏のほか、ドイツとイタリアの研究者2人にも授与されます。